スタ。はい、アミノサウルスの崎本です。今日はですね、3時間フルマラソンをね、3時間切るための練習法をご説明させていただきたいと思います。フルマラソン3時間っていうのは本当に皆さんの一つの憧れであったり、3時間切ればエリートランナーってね言われ出す、そのタイムが3時間です。で、まあ、2時間台で走るって、まあ、今想像つかない方もいらっしゃると思いますし、まあ、2時間台でも走ってられる方もいらっしゃると思います。で、そもそも考えると今までじゃあどうしてきたかって多分思い出すとですね、もちろんすごい練習してきてる。で、その中でただ走ってるだけじゃなかったと思いますね。やっぱり考えて、この練習必要じゃないか、こういうこともやらないといけないんじゃないか、あいつに勝つためにどうしたらいいかとか、まあ、いろんなそのモヤモヤ感とかを練習に毎日つぎ込んでたと思います。で、やはりですね、まあ、僕一つ間違いなく言えることは、ただただ平坦を走るだけではなくて、やっぱりいろんなアップダウンとか坂道とかを走る練習で、下りも練習する、あとは太もも周りの筋力アップをすることを考える、短距離も速く走れる練習をしないといけない、まあいろいろあるんですけども、まあその中で僕は一番大事なのはアップダウンの練習法だと思います。で、やっぱりアップダウンはもちろん大会でもアップダウンありますし、そのアップダウンでものすごい疲れるんで、そのアップダウンで疲れない練習がですね、大会にももちろんこう出てくるので、大会で疲れない練習は日々毎日練習する、そのアップダウンの練習がやはり大事じゃないかなと思います。で、まず2時間台で走るっていうことは、最低でもですね、まあ僕は余裕をいつも見るんですけど、だいたい4分10ぐらいで1キロ走り切ったら2時間56分ぐらいで走れる、まあ、フィニッシュするっていうことになります。で、僕はいつももうギリギリで4分15で走り切ったら2時間台で走れるっていう、その考え方ではなくてですね、だいたい5秒ぐらいをやっぱり削って、それぐらいの余裕を見てですね、走り切れないと、ラスト本当にこう10秒足りなかったとか20秒足りなかったとか、まあ最悪3秒足りなかったっていう人たちめちゃくちゃ見てきているんですね。で、そこの頑張り具合ってもうちょっと前からできたやんって思うんですよ。っていうので、やっぱり余裕を持って4分10ぐらいのペースでどこまで走り続けれるかっていうことを日々練習するっていうことです。で、それぐらい走り切りはる人っていうと、もう15キロぐらいなんかやっぱり1日の練習量って言ったら、まあ普通にこなしてはる人がすごい多いので、まあその中で心肺を強化する練習、坂道上がる下るの前と後ろのハムの強化で、前のここの首都筋の強化っていうのもアップダウン走ることで絶対に強くなるんで、それだけは本当に取り入れてほしいっていう思いがあります。で、それをしっかりできることで確実に3時間は切れますんで、ぜひやっていただければとね思いますね。はい、ということで、本当メンタルの部分もものすごい大事です。心肺の強化 と、メンタルの部分をしっかり鍛えていただく、それが2時間台で走り切る方法だと思ってます。ぜひ、取り入れていただければと思いますんで、やってみてください。はい、ということで、今の話の中で良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。